こんにちは、ドミニク・チェンと言います。私はですね、普段インターネット上で新しい文化のシステムをデザインするという、そういう国際的な NPO に、参加しています。で、参加し始めて8年経つんですけれども、実は日本のその運動の支部を、作っているんですね。で、まあ、それはですね、実はとても大人の世界の、システムの話であって、まあ、おいおい話していくんですけれども、まあ、普段は子どもとどういう関係があるのかっていうのを考えることあまりない、世界になっています。で、今回TEDx Kids のお話をいただいて、すごいいい機会をいただいたなと思ったのは、実は私今年2月に、初めての子どもを授かりまして、ありがとうございます。すみません。本当にその子供という存在に、新しい驚きだったり発見を与えられ続けている日々が今も続いているので、それと絡めて、まあ、今日お話しすることをご用意させていただきました。今日本当に朝9時からですね、私ここにいて、いろんな方のそのキッズというテーマに絡めたお話を聞いていて、本当にもうインスパイリングで、もう発見もいただいて、うんうんとこう納得することが非常に多かったです。で、中でも共通している一つのことというのが、その子供というのが不完全な大人ではないということですね。で、今日もいろんな方が幾度におっしゃってたのが、その子供をその過小評価するなと、子供を大人の小さい大人とみなすなと。で、それは本当に私も自分の子供を見て思っていて、なんというか、その学習することに関しては大人よりもはるかに優れている存在だということをすごい感じるんですね。で、今日お話しすることというのは、自由、それと文化、自由な文化とは一体何かということです。で、このことを考えるにあたって、大人というのが実は自由な文化を、欲している、必要としているという前提に基で活動しているんですけれども、子供を見ていると、この子たちにそんなこと言う必要はないんだと。なんて自由で完全な世界に彼ら彼女たちは生きてるんだろうと普段思うんですね。で、まあ、今日この話をするにあたって、まあ、自分が子供の頃の頃ちょっと思い出して、どのようなその自由な文化というものを自分が受け取っていたのかということを、ちょっとお話ししたいと思います。いきなりなんですけども、私の体の中にはいろんな国の血が混ざっています。まず日本の血が混ざっています。これは台湾の地、あとベトナムの地なんですが、いろいろ複雑な事情があって国籍はフランスなんですね。で、大学はアメリカに行きました。なので本当にいろんな文化を子どもの頃から聞いて、いろんな言語を、家庭の中では、北京語、台湾語、ベトナム語、英語、フランス語、そして日本語を聞いて、育ってきました。そこで非常に思ったのが、言葉っていうものは誰にも制限することのできない自由な文化だということです。言葉というものは自由に組み合わせることができて、それは何千年も何百年も受け継がれている行為です。で、例えば、私がある言葉を発明したとして、それに対して他の人にその使用を制限するということを求め始めたらどうなるでしょうか。おそらく誰もその私の作った言葉を使おうとしてくれないでしょう。もしくはそのことによってその言葉は衰退していくでしょう。このことが、この根本的な文化のダイナミクス、誰に対しても開かれていて、そのことによって受け継がれて発展していくということで、これは例えば子どもたちというのが世界に対して対峙するときに根本的な原理として使われていることなんですね。例えば日本語の例をとってみると、漢字という非常に興味深い文化があります。これは Chinese character、 中国の字というふうに英語では言います。で、皆さんご存知のように中国からインポートして日本で使われ始めました。で、ただしそこで日本の文化のクリエイティビティというのは、そこからひらがなとカタカナという新しい形をリミックスして作り出したわけですね。で、これに関して
これは非常にその中国の文化を受け継ぎつつも日本独自のものをそこに加えて新しいものを生み出すという、この構造があります。なので例えば日本語という言葉がありますけれども、これは日本人という、何か固まったアイデンティティの人のものだということが果たしてできるんでしょうか。僕はそう思いません。それは例えば中国人のものだということもできないと思います。それは中国と日本の文化のコラボレーションの中でしかアイデンティファイすることができないものだと思います。じゃあ翻って漢字というものが中国の人固有のものかというと、僕はそうだと思いません。確かに漢字というものを発明したのは中国の人たちですけれども、その漢字という字を作り出す能力というのは実は普遍的に人間に備わっているものです。それは木という例えば漢字を見たときに、木という存在がなければ木という字は作れません。木という存在が世界の中にあるからこそそれを木というふうに形取って、いわば音楽で言うならば標本を取る、サンプリングをして形を作るということをします。なので世界が存在しなければもともとその漢字というものを作ることはできない。何が言いたいかというと、無から有を生み出すことというのはできないという、そういう考え方です。で、無数の木という漢字だったり他のいろいろな漢字が集まることによって、もうあたかもこう一つの森のような、森のように自生してどこまで広がっていくかわからないような広がりを持つものが、まあ、文化というものの根本的なダイナミクスなんだと思います。そこでもう一つ重要な点というのが、言葉というのは実は新しい言葉を作るための資源なんですね。言葉を何か作ったときにそれが目的ではない。で、これはコミュニケーションについても言うことができると思います。こうやってお話をしていますけれども、僕が話した内容というのは、皆さん自由にそれを解釈して、いただいて皆さんの中で作り変えて受け止められるわけです。あとはまた今日こうして僕が考えて喋っていることというのも、無数のこの世界の中のいろんな人であったり現象であったり、そういったものから、僕というフィルターを通してこう上積みの中から溢れ出ている、にじみ出ている、そうしたものでしかないという、そういう考えでいます。なので生命の根本的な原理として作るということの認識というものを僕はこういうふうに考えています。それはつまり、ただ生きているということだけで、ただ物を見たり聞いたりしているだけで、自分の体というフィルターを通してその感覚を生み出すということだけで自分の創造性というのは始まっているということです。で、そしてそれは誰にも制限することも妨害することも本来は許されないはずです。これを文化という、大きなマップの中で考えたときに、作品というものがどういうふうに作られるかということに対しても同じことが言えると思います。ある作品というものは過去にある作品のいろんな部分を、形のあるものだったり形のないものだったりしますけれども、受け継いで新しいものを作り出します。で、今こうして作っている何か新しい表現というのも、実は未来の時間において自分の想像もしないような人たちに使ってもらう、でこの時間の中でしか存在し得ないというものが表現だと僕は思っています。過去現在未来のこの時間の中で他の人との無数のコラボレーションの結果、かろうじて今存在しているもの、それが僕であったり皆さんのクリエイティビティなんだと思います。そこでインターネットというものが出現したのが、普及し始めたのはもう15年10年ぐらいなんですけれども、皆さん爆発的にこう情報を発信する能力を得て、今も本当に膨大な数の作品であったり表現であったりコミュニケーションというものがインターネット上に渦巻いています。で、これはなんかすごい人工的な新しいテクノロジーのように思えるかもしれないんですけれども、僕は今言ったような理由で、この人間の自然、文化の自然というものを助ける、そういう必然的な技術なんだと思っています。でもそれを妨害する一つの問題というのが僕たちの社会の中にはあります。で、これは子どもの社会の中には存在しない問題です。
皆さんこのマークは何だか分かるかと思います、コピーライトです。この世の中には法律によって勝手に使ってはいけない領域と勝手に使っていい領域の2つがあります。で、勝手に使ってはいけない領域というのは、期間が設けられています。最初は1790年の時点では、最大で28年間までしか制限できませんでした。ただし今日、私がこのプレゼンテーションが一つの作品だとして、いつまで待たないと皆さんが勝手に使ってはいけないのかということを考えてみると、私が例えばあと30年生きて、死んでとしたら、あと100年待たないと皆さんはこのプレゼンテーションを勝手に使ってはいけないということになります。これはちょっと非常にナンセンスな状況だと思います。なぜなら自分が何かを作るということは、過去にある無数のその他の人たちの表現に支えられてようやく実現しているからだと思うからです。なので今の世界というのは、この赤信号のコピーライトの世界が非常に大きくなってしまって、勝手に作るな、使うな、そして想像してはいけません、こういう無数のメッセージが世の中に、様々な形で溢れてしまっています。で、そういう新しい創造性の形を何かやろうとすると、それは違法であるとか、もしくは実際にそういうものを妨害する法律というものが一部の人たちの目的によって、作られてしまっています。実際今年もアメリカで、一部の企業がですね、自分たちの持っている著作権の、勝手に侵害したら、そのコンテンツが乗っかっているウェブサービスを勝手に遮断することができるという法案が、あのアメリカの議会で、審議されました。それに対してウィキペディアが大きな抗議をしました。自由な知識のない世界を想像してください。でウィキペディア1日シャットダウンしました。次にグーグルもこのように模章をつけて抗議の意を表しました。なのでこのコピーライト著作権とシステムは、本来あるべき過去現在未来のリンクをこのような大きな壁、分離壁のようなものを作って、非常に交通がしづらくなってしまうという。そうすると結果的に一部の人しか多くの創造性にアクセスすることができなくなってしまう。そういう世界を今の大人の世界は作ろうとしてしまっています。で、それに対して一つのオルタナティブとなるものを私たちは作っています。それがクリエイティブコモンズのシステムです。クリエイティブコモンズというのは、この作品をこの条件を守れば自由に使ってください、それを使って新しいものを作ってもいいですよという著作権を上書きするシステムです。実はTEDの動画というのは全てクリエイティブコモンズのライセンスで公開されています。そのことによって、勝手にいろんな人が多くの人にそのビデオをコピーしてシェアして、時にはその字幕を勝手に作ったりして世の中に広まるきっかけになりました。 YouTube、の中にも現在400万件の動画がクリエイティブコモンズライセンスで公開されています。フリッカーには、写真が5000万件以上クリエイティブコモンズで公開されています。そしてウィキペディアでは2000万件以上の記事が全てクリエイティブコモンズライセンスの条件で自由に誰でも使えるということになっています。なので今日、私が皆さんにですね、その子どもの未来を考えたときにどのような文化のイメージを彼らに伝えたいのか、それをこう一方的に教育するということは僕も反対です。彼らがどういう文化の中で自由に自分たちで考えて自由にいろんな作品とコラボレーションをできる、そういう社会にしていきたいのかということを2つ大きく分けて選択肢があります。一つはありとあらゆる作品は買うべきものであり、料金を払ったりもしくは許可を求めないと使ってはいけない、非常に個々の作品がつながらない、そういう貧しい世界です。もしくは
その自分が新しくものを作るということを、そのことが無数の自分がこう想像もしえないような数のさまざまなリソース、さまざまな文化の中の過去現在未来のリソースの中で起こっているんだという、そういう文化のイメージを彼らが獲得する、そのような未来。僕は自分の娘、生まれたばかりの娘が、将来ですね、僕と同じような年齢になった時に、おそらく僕たち今大人たちよりもこのインターネットの技術をさらに躍進させて、僕たちよりももっと深く、文化の歴史というものと触れ合って、より多くの人間、より多くの作品とコラボレーションする、そのような未来を作れるんだと、そう信じています。ご清聴ありがとうございました。